どうも、エリエラの伊藤です。はい、こんにちは、福田です。よろしくお願いしま す。はい、今回もね、ここ新宿ロフトプラスワンさんからお送りしております。はい、はい、じゃあ福田さん、今回のテーマお願いします。今回こちらですね。はい、骨が腐るまで。骨が腐るまで、はい、怖いタイトルですね。こちらも紹介していただいた作品いたんですけども、はい、こちらがですね、漫画アプリの漫画ボックス、漫画ボックス2016年から2018年まで連載していたと、はいはいはい、アプリの時代なんですね。内海八重先生、はい、2014年デビューかな。そうですね、連載し、ね、連載でデビューですね。はい、でもともと少年マガジンとかの先生のアシスタントとかをやってた方らしくて、なるほど、はい、まあでも2014年デビューとか、まあ、デビューして10年経ってないぐらいって感じですね、まあ、若そうですよね、まだ、はい、なのでね、いろいろ、でもマガジンで今連載してると、2020年から21年終わってんのかな、そういうこと、ね、終わってんのかな、うん、少年マガジン慣れの果ての僕ら、全8巻で終わってるってことですね。まあそういう感じですね。少年マガジンとマガジンポケットで連載したってこと、うん、なんかでもこの骨が腐るまでもなんかね、ちょっとだけ短いのマガジン載ってたみたいな書いてあったよね。なんかマガジンちょっと、あ、そうなんだ、マガジンにも載ってた。なんかその、ケツになんかなかった、載ってたとか、あのさ、なんか俺たちの CM じゃないけどみたいなあったでしょ。ケツ、なんか最後のその単行本のケツのところにちょっとあるやつで、告知というか広告で、それが、あ、そうなんだ。なんか結構たまにあるんですよね、ああいうなんかネット系の漫画のやつがちょっとだけ読み切りで入ってくるみたいな、ね、単発で、短編で、そう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 、なんかあれ俺見たことあるような気がするんですよね。あ、そう、マガジンで、はい、2016年から18年か、まあ、立ち読みしてたんでねまだしてんの、立ち読みを。立ち読み最近できなくなったんでね、貴重ですよ。いや、はい、結構経ちますよ、はい、あのベルトされるようになってからね。まだベルトされないところを狙ってるんです。まだある、そんなコンビニは。結構ね、うん、意外と都心の方がありますね。いや、その都心の方が狙い目です、ね、コツとか知らないんですよ、はい、そんなのは、はい、うん、はい、じゃあストーリーがですね、はい、まあ主人公はですね、うん、中村慎太郎くんという主人公がいまして、はい、はい、これがですね、八つ森中学校っていうね、中学校に通ってるんですけど、うん、そこのね、ミステリー5っていうね、友達5人、はい、うん、はい、何者かと言いますとね、豊島椿ちゃんとね、はい、神崎明君、うん、はい、そして二階堂龍君、二枚堂ですね、二枚堂か、二枚堂龍君、うん、で、永瀬遥ちゃんということでね、はい、まあみんなね、椿さんとか明、龍、遥ちゃんとかね、うん、まあいろいろ有名人というかね、はい、まあ、なんつう、まあ、人気者ですよね、人気者、学校の、うん、はい、なんですけども、なぜか慎太郎みたいなね、パッとしないやつと付き合ってるみたいな、うん、これ何なんだろうみたいな、はい、はい、そういう5人組なんですけど、まあ、元を正せば幼なじみなんですけどね、はい、小学校の頃から一緒ってことですよね、はい、うん、なんであいつら5人一緒にいるんだろうなみたいな感じなんですけども、実はその5人がね、一緒にいるのは秘密があって、うん、まあ慎太郎くんのね、お父さんが慎太郎にね、ものすごい暴力を振るってるんですけども、そうですね、それをね、見かねたね、その5人の親友たちがね、慎太郎の親父をね、殺してしまおうと、うん、はい、それでね、殺すんですはい、まあね、殺してる段階でもうストーリー始まってますから、はい、でその死体をね、うん、まあ、埋めているんですけども、ホラー穴にね、うん、はい、でそのホラー穴に埋めてることをみんなね、5人は絶対に秘密をばらさないということで、1年に1回ね、集まってね、そのホラー穴でね、血盤状ね、うん、まあ見てね、儀式というかね、まあね、誓いの儀式ですよね、そう、うん、それを絶対にね、ばらしませんみたいな、俺たちを裏切りませんみたいな誓いの儀式をするんですが、うん、ある時ね、一人のアキラがね、うん、この辺がゴルフ場になるじゃないかみたいな、なんかね、掘り起こされちゃってね、うん、でね、だから死体を、まあ、運んで別の場所に移動しようとしたら、うん、死体がなくなっていたと、なんかね、はい、いて、その死体をね、盗んでるやつは誰なのかと思ってたら、そこに電話かかってきてね、うん、お前らの死体預かったみたいな、うん、まあ、死体がね、盗まれてしまう、そうね、で、そこからね、その盗んだやつは誰なのかとかね、うん、まあ、実はもしかしたらね、まあ、内部に犯人がいるんじゃないかみたいな、まあお互いがね、疑心暗鬼になっちゃう感じですよね。そう、それちょっとミステリーがね、うん、入った、まあそれとちょっとグロさもあってね、そうね、うん、サスペンスというかミステリーというかね、うん、まあ、そういう感じです。でも最後は結構ちょっとメッセージ性が強い漫画というか、何かね、うん、なんかそういう感じでしたよね、メッセージ性というか、まあね、うん、なんていうかね、なんだろうまあ簡単に言うと、うん、人を殺しちゃダメだって話、いや、まあめちゃくちゃシンプルな話ですよ、はい、まあその罪は罪だっていうね、うんうん、
そうなんですよね。そういうことですよね。まあそうなんですけど、それを結構しっかり書いていただいたと、うん、そこまでのまあ葛藤ですよね、はい、この若者たちのね、いやでも難しいですよね。やっぱ僕も人を殺したことがないから分かんないけど、うん、人を殺したらこんなに引きずられるもんなんでしょうかね。引きずられる、例えばいやとんでもなくムカつくやつでも、うん、もうこのままじゃ自分がもうやられちゃうっていうやつでも、うん、まあ、例えばね、逆の立場で言ったら誰か俺がこう好きな人がいて、うん、その人がすごいやっぱりなんかね、うん、もう耐えきれないことをされてる時に殺しちゃったとしても、うん、俺もあんまり罪悪感ない感じすんだよね。なんかそんな感じしない？いや、俺は罪悪感絶対ある。まあ、その、まあ、罪悪感もそうかもしれないけど、やっぱ隠し続けなきゃいけないっていうのがしんどいんじゃない？ずっと嘘をつき続けなきゃいけないっていうのが。まあね、うん、でも普通に見つかんないと、見つかんなそうだけどね。まあ見つかんないのもいっぱいありそうですけど、うん、でもそれでもやっぱその心配はするわけじゃん。心配にはなるわけでしょ、まあね、いつ見つかるか分かんないっていう ね、 確かにね、不安は常にあるのはしんどいですよね、うん、人生で。確かに、まあ、うん、まあでもこういうの見つかんのがね、こういう怨恨、まあでも怨恨じゃなかったら見つかんないというけどね。まあ、その動機が分かんなかったらね。まあ、そもそもこれね、うん、その慎太郎の親父が死んでるんですけど、うん、まあ、それが周りのやつにバレてないっていうところがすごいですよね。いや、そうなのよね。いや、そこを本当あんま描かれてないですよね、うん、そうなんですよ。失踪扱いになってるってことなんかな。いや、いるってことになってるのかな。生きてるっていう、どういうことなんだろうね。親父は働いてなかったのかな、あれ。いや、働いてたでしょ。だなんかそのお母さんが亡くなって、うん、で一回そのお母さんの方のおじいちゃん家、おばあちゃん家の方引き取られて、でさらにそれを親父が引き取って、で親父が死んでからまたおじいちゃん家戻ったみたいな。そんでおじいちゃんもその後死んじゃったみたいな感じでしたよね。時系列では。まあ親父は失踪したみたいな感じになってんだね。うん、確かにね、うん、死体も出てきてないわけですから。いや、そうなんですよ、うん、まあフラットだから、まあそういうね、そういう人だって思われてたってことですよね、うん、子供いてどっか行っちゃうようなやつだって。まあね、なかなかそれで、うん、まあ、捜索届さえ出なければ探さないもんね。まあ確かにね、うん、誰も捜索届 出さないだろうしね、うん、でも おじいちゃん、おばあちゃんは出すんじゃない。親父の方のおじいちゃんなんだっけ。いや、お母さんの方の。そうだよね、うん、うん、だからもういいやと思ったんじゃない、うん、いいやと思うかね、なかなかね。まあ、だからまあとにかくその辺の ね、うん、ディテール的なものはちょっとね、分かんないですけども。はい、まあでもすごい、だから人気ってことでしょ。人気があるっていうか、まあ、ネットで調べたら出てくるもんね、バッて普通。そうね、うん、うん、骨が腐るまでね。まあ、僕知らなかったですけど、うん、やっぱいっぱいあるんだね、こういうアプリとかでも。いや、今はもうアプリの時代よ、うん、基本的には。でもみんなやっぱ結構アプリで見てるもんね。いや、まあそう言いますよね、うん、普通 の、 その雑誌で連載してるやつもアプリで見てるもんね、結構。まあ、漫画ジャンプだってみんなアプリで買ってるもんね、うん、今ね、マガジンとかもそうかもしれないけど、うん、まあ、あのだからコンビニとかに雑誌が置かれる時代がもしかしたらなくなっちゃうかもしれないよね。まあそれはね、そう考えたらまた手元に来た方がいいもんね、うんうん、まあ、持ち運びも楽ですからね、うんうん、よくあのめくる楽しみみたいなの言ってるけど、うん、別に俺はそれもないしね、めくるのめんどくせえなって思ってるタイプだからね。俺はでもめくりたいけどな。まあなんか、まあ、未だに慣れない、こうそのアプリで見るっていうのが。まあだから、うん、切っても逆に見開きが無理よね。そうだね、うん、迫力は確かにね、出せない気しますよね、うん、よっぽどでかい、あれで見てないとね、うん、まあ、確かに見開きってどうしてんの。ない横にすんの。ない。いや、ない。うん、もう1ページだけだ、じゃあマックスで。基本見開きみたいなのないな、そういう感じで書いてないね、うん、まあ、確かにアプリはアプリなりの演出の仕方があるってことですね、こうスクロールしていく見せ方とか、うん、そうね、うん、まあ、だもはやだってコマもいらないわけじゃん、アプリになったら。実はそんなっていうか、まあ、確かにね、うんうん、コマすらね、なんていうか一コマずつでいいわけだもんね、うん、なかなかすごい時代になってきましたね。いや、確かにね、うん、まあ、各家僕もやっぱりね、アプリを楽しみにしてますからね。毎週月曜日ジャンププラスでアプリであのドラゴンボールを楽しみにしてます。まだドラゴンボール読んでる。
何回読んでんだそれ。今セルゲームが始まるところです。セルゲーム結構行きましたね。結構行きました、はい、セルゲームが始まる。楽しみ。毎週もう意外と後半セルゲームまで行ったら、そうですね、今なんか悟空が、うん、あのスーパーサイヤ人の状態で普通の服着て旅行とか行ってますまあ常にスーパーサイヤ人の状態で食っていうね、はい、一番楽しいところです。確かにあれは楽しかったですけどね、あの時は、はい。ああなるほど、まね、そういう意味で走りの漫画というか、まあそうですね、新時代の漫画ですよね、うんうん、こちらをやっていきましょう。はい、はい、というわけでね、気になった方ぜひ皆さんね、骨が腐るまで、はいはい、読んでみてください。お願いします。はい、さあそれでは今日の一ネタご覧ください。どうぞ。ああそういえば決まったんだってね、妹さんの処分。永瀬春香少年院送致2年。二枚堂龍少年院送致2年。長村慎太郎少年院送致2年。そして被告人豊島椿判決殺人罪で懲役120年。いやここアメリカなの。どうもありがとうございました。